こんにちは、アンズでーす。今日もアンズの国にやってきました。ということで、今の国の状況をレポートしたいと思います。せーの、じゃん。見てください、草がボーボーかなって思ったんですけど、前回除草剤をちゃんと撒いたことによって、こうやって明らか枯れてます。ラッキー。今日は草刈りを何時間もやる覚悟できてたからラッキーすぎる。しかも皆さん覚えてますか、アンズの国に獣がやってきたこと。獣の死骸が多分この辺りにあったんですけど、跡かけらもなくなっていなくなりました。多分私が予想するに、鳥さんが来てパコって食べて持ってったんだと思います。まあ、ちょっと痕跡かなって思うとしたら、このちょっと茶色いとことか。でもほんと毛の一本もありません。で、結構ね、明らかに草は枯れてるんですけど、畑のゾーンに行くと、ここに明らか野菜かなみたいなやつが一個だけ残ってて、これは何なんでしょうか。抜いてみますね。なんだこれは、なんかよくわからないな。ぽい。アンズの国にかわいいかわいいお花が咲きました。なんか紫のお花、奥にもある、こっちにも咲いてます。水仙みたいに厄介な花じゃなければいいけどな、増殖するならやだ。ということで、今日はビワに袋をかぶせるのと、あと夏に向けて畑にも新しい作物を植えてみたいと思います。おう、土が少なすぎるんで、土をバーってやってリベンジトウモロコシを植えたいと思います。ちょっと生えてる雑草を抜きます。
るんですけど、まずね、前ハクビシンに食べられまくって、結局ね、イモムシにも食べられて食べれなかったこのトウモロコシと、あと前回ね、成長したこの枝豆と、あと未だかつてなったことないごぼう、この3種類を植えたいと思います。で、一番端っこがトウモロコシだけ詰めて、こっちはごぼうと枝豆にしてみる。3種類種植え終わったので、あとは肥料をまいてお水をやります。この恵みの水をすごく使ってるな。こんな感じで奥に見える畑にトウモロコシとごぼうと枝豆も植えて、なので次来た時は収穫できたりとかするかなと思うので楽しみです。続きもお楽しみに。バイバーイ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。Twitter、TikTok、LINE ブームもやっているので、各種フォローお願いします。バイバーイ。